皆さんこんにちは。ミケでーす。サビでーす。今日はハラステに上がってたジュースジュースのノクチルカのライブ映像を見ていこうと思います。今回で3曲目全部アクティブ、キュート、ファッションの3曲が揃ったということで、ありがたい選曲、うん、まさかこの曲が来るとはっていう。どっか出てたい、最近ハマってる曲はノクチルカ言ってたと思う。でもこの曲もっと昔の曲やと思ってて、それこそ勝手にオリメン時代やと思ってたんやけど、めっちゃ最近やねんな、うん、2年ぐらい前の曲やって、ちょっとそれにびっくりです。なんかノクチルカっていうタイトル全然意味知らんくて、うん、全く興味なかったから、さすがにちょっと意味調べようと思って、なんか夜光虫っていう意味とか、うんうん、ラテン語で夜に輝くものっていう意味があって、それを聞いてからちょっともう一回歌詞を見ると、あ、夜光虫って入ってるわ思って、そのままね、なんかそれにびっくりしました。ということで見ていきまーす。スタート。え、あんな光ってたっけ？うん。トライアングルーブのさ、前2曲やってるわけでしょ。今回はこのファッションの赤に光ってたじゃん。ああ。左側だけ。前そんなのあったかなって思った。気づかんかった。今気づいた。この。うん。ミフちゃんが前奏でパッパパッパーって歌うタイプだ言ってた。まあ言ったら歌詞じゃないもんな、ここは、うん、音を口ずさむタイプ。はい、大好きルルちゃんパートです。この最初のね、低音良くないですかっていう。結構低音頑張ってる曲やもんな、うんうんうん、大好き。あー、ミフちゃんのソロが早速あった。これはもともとウエム？多分ミフちゃんのところはウエムかな。初代からな、どんだけ変わってるかはちょっとわからんから、うん、あれやけど。それこそ、タコちゃんのところは、マナカンやもんな。うん。このエヴァちゃんの前髪が好きなんやな。前髪限定。なんかたまに、おっきくセンター分けみたいな。ああ、おでこ出してる人も多いもんね、最近、うん。まあ、こうちょっと似てるかもしれんけど。このタイプの前髪が好き。うん。いや、リアイちゃんやば。ここからもうさ、どん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 もう盛り上がってて。ああ、わかる。後ろにレイリーがさ、うん、もう。待機しててね。そう。してて。すごいソロばっかりやん。うん。そこに痺れるような、すでに、うん。大好きなソロ。で、しかもこの、ドラムの音が鳴ってるやん。そこでさ、リアイちゃんが、シッて。うんうんうん。裏の音ハメやんな。うんうん。そういうのが、おしゃれ。すごっ。ここさ、思ったのがさ、二人のユニゾンがめっちゃ綺麗だなと思って、声質こんなに違うのに最後の音がもう一個に聞こえるぐらい、もうピッチが同じ。すごいよね。で、結構一人に聞こえない、一つの音に聞こえるのがすごいなと思った。あと後ろのルルちゃんの足ね、綺麗。生足披露。いや、ここ二人やばいな。うん。
そして綺麗。かわいい。多分これ全員で歌ってないやん。うん、全部ユニゾンって感じや、うんうんうん、2とかぐらいでなずっと歌ってんもんな、うん、なんちゅう高難易度の歌なのずっと歌ってたら楽やけどさ、うん、前もなんかそういう話したけど、うん、突然自分のターンみたいなそこで合わせていけんのすごいな。チラッて見てきた。一応最年少の枠やんな。すごいな。アジアンビューティーな感じやん、うん、このパッションにぴったりだよね。わ、綺麗な回転。やばーい。すげー。胆のうの朽ちるかって言ってるわ。このリアイちゃんやばくない？多分振りもさ、若干オリジナルみたいなところあるじゃん。さっきみたいな感じで音ハメみたいな。使ってたな。そうそうそう。うん、それもめっちゃかっこいいし、歌い方とか表現も。弾くたびに違う気がする。うん。モーニングのマーちゃんの What is Love を思い出した。Is necessary って書いてあったね、そういうの。一回ぐらいはどっか出てたよな、マーちゃんの、うん。その前のレイレイの表情もやばい。めっちゃ引き。広告の時間だからしょうがない。だからこの光ってんのが夜光虫ってことやんな、言うならば。ニュアンスはそうやんな。どういうこと？夜に輝いているものっていうさ、まあまあまあ、この暗いところでめっちゃ蛍光みたいな衣装が。タッタタタンタッタタタン。ちかちゃんの歌声も好き、うん、いやバリエーションがすごすぎる歌声の。吐息ね。ここが本当はリサチなんやな、うん、二人の間のところ、うんうん、なんかそれがエモいよな。サンフラワーでやるっていうところが、いやまあ本来いないからさ、間の二言のところ、うん、他の人でも行こうと思ったらいけるけど、あえて二人にもうそのまま歌わすっていうのがエグい。ね。ユメリアイや。うん。映ってないだろ。映ってないね。声だけの出演。わかりやすい。めっちゃ。二人の声が。さくらちがさ、うん、めっちゃ歌っててさ、声量まあまあすごいけどさ、それよりもルルちゃんがすごいってさ。これルルちゃん歌ってる？多分ルルちゃんじゃない今の声。そうだね。違う。なんかルルちゃんっぽく聞こえるけど。あんま誰かわかんなかった。把握してないです。違ったらごめんなさい。
うわ、かっこいい、かっこいい、ルルちゃん。いや、リーバの照明もね、相まって、うん、これちょっと音がちっちゃくなった。かっこいい、かっこいい、めっちゃ目あった全員うわ、だからやっぱ全員で歌ってるっぽい感じじゃないよね。ユニゾーンとかで歌ってるからカットがさ結構多めに映るからいいよな、バラバラで。ミヒちゃんが結構映ってるのが嬉しい。もう表情がやっぱもう前の動画でも言ったけどさ、もうめちゃめちゃふわっとふわっと落ち着いてるというか、うんうん、でもわかる、それは。まあ同じ公演なんだけど、同じ公演か、曲は違うから、うん、でパッションもできてるってことで、そうそう、そういうこと、そういうこと、うん、なんか今のレイレイの表情やばかったな。歌詞がさ、まあ、レイレイが歌ってるところは未来を悟らないで切れてるみたいなさ感じの表情がいい。知らんやったらもう言ってくんなみたいな。怖っ。あ、見てきた。うわー、これを夢リアにするところがね、対比というか分かってますよね。エモエモにしてきてんだ、もともとウエモやもんな、うん、素晴らしい、すごいな、めっちゃ好きやん、ジュースジュースのこと。はい。構成がもう好きが溢れてる。サンフラワーの件もそうやし、この夢リアの件もそうやし、さあ夜行中モードです。いや、ノクチュルカモードか、遠いな遠いな。こうファンの人らのペンライトがもうなぜ踊れてんのって人らばっかりこのところいつも通りね、何人もいるもん同じタイミングで両手上がってる人ぐるぐるってな、手を回す、うん。いいですか、一回止めても流れで聞きたいところなんですけど、一回止めてもいいですか、大好きすぎていや、ここもいつも違うからね、表現が大注目ポイント。俺の大好きな両眉毛ピクピク歌いよくやるよね、この表情めっちゃ好き。ここはもうみんな大好きなレイルルのパートですから、しっかり聞きましょう止めたくせに。いやー、素晴らしい、いろいろ詰まってたな、うん、今の中で向き合ってね、見つめ合って歌うパターンでした。レイレイもおたはめしてたな、うん、ドゥンドゥンって。そしてね、ミヒちゃんが真ん中にいるという、今まではね、真ん中で踊ってる人いなかったから。口は歌ってた、そんなことはない、うん、多分歌うタイプではなかった、うん、いや、これちょっと難しそうやんな、リズムっていうかさ、合わせんの、うん、でーて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 ーってさ、歌の方ね、欲を言えばあんまり最後カメラ引かないでほしかったなっていうのがあるけど、でもまあちゃんと見た感じそんな何もしてなかった。二人が歌い終わった後に、うわーって絶対なるやん、うん、これこの世でもし言わないっていう人がいたらもう感情ないよな、その人嫌いまである、なるもん絶対うわーとか、イエーイとか、うわーとか、すげーとか。歌ってた最後歌ってた。
で、こっからいっぱい歌うんか、3人ぐらいで。めっちゃミフちゃんの歌声聞こえない？聞こえる。聞こえるよね、ユニゾンでも。ミフちゃんの声も結構通りやすいってことやな。ミフちゃんの声好き。ファッションチーム。なんじゃ今の表情。セクシーすぎやろ。ちょっと前髪が若干こうかかって、このセクシーさが余計アップしてんな。かわいい、めっちゃ映ってんな。ね、嬉しい、それが。今まで休んでた分、めっちゃ映そうってなってんね。押していかないとって。パパパッ、パパパッ。じゃん、はい、リーダー。で、最後の安納の朽ちるかだけ全員で歌ってんのよな。そこ以外はユニゾンかソロ。すごすぎます。なんかあんまり違和感なかったかも。そのアップデート感っていうのがそこまで感じなかったというか、いい意味で違和感ない感じ。みんなの技量がすごすぎる。あ、そう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 。クチルカってあんまりハロプロにないような楽曲だなっていう雰囲気と思うから、なんかみんなに聞いてほしい。結構なんか、なんて言うんだろう、メジャーではないけど、ジュースジュースのグループの良さが伝わる曲なのかなって個人的に思ってるので、初級編ではないけど、中級ぐらいの曲な気がする。これ現地で見た人やばかったやろうな、うん、耳が幸せすぎるなってるはず、うん、ということで今回はノクチルカのライブ映像を見ていきました。また皆さんのコメントも良ければしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。